はい、皆さんこんにちは。みなです。だかです。エイティブログです。私たちはまだ沖縄にいます。ビーチですね。ここのビーチ最高。マンザビーチ。今日はちょっと海に入らなくて。そうだね。海の下を見るあのアクティビティを予約しました。他にもなんか今日いろいろサンセットツアーとかにも行くありますので、その間でアフタヌーンティーを楽しんだり夜ご飯を食べたりするから、盛りだくさんですね。もう本当にいろいろやりたいと思います。今からサブマリーンという船に乗ります。なんか本当に潜水艦みたいだね。メカニック感がいい感じじゃん。シュノーケリンみたいな感じ。おエサが魚にあげれるらしい。やりましょう。来るのかな魚が。あ、でもいるよ。お、いる、めっちゃいる。あはは、面白い。食欲旺盛だね。レナみたいだね。あ、サンゴの養殖。お、いっぱい。めっちゃ長い魚いっぱいいる。食べたいね。美味しいなら食べたいね。有名な人気ダイビングスポットらしくて、まあ、私ダイビングできないから。じゃあ俺は潜ろうかな。ライセンス持ってるからレナを置いて一人で潜っていきます。あ、何、おー、魚が現れた。今からはアフタヌーンティー、私たちのラウンジでアフタヌーンティーをやります。すごっ。来ました。アフタヌーンティーケーキセットでございます。そんな感じだと思ってなかった。すごいね。いただきます。ミニサンドイッチ。うまっ。美味しいですか。うん。あ、でもこれもパンにラップしてる。チーズとハムね。チーズかな。いや、ちなみにこのアフタヌーンティーだけじゃなくて、夜にカクテルアワーもあるし、あと朝ごはんで、私たちはこの朝ごはんを気に入りすぎて。ここのラウンジの朝ごはんマジで美味しい。最高。多分違う動画で紹介してると思うんで、ぜひチェックしてみてください。T が来ました。まあ、私の好きなタイプで、タカは多分好きじゃないです。だからミントティー。あ、ミントティーか。俺の苦手な味だ。皆さんどっちですか。最後に自分の好きなものを残すか、最初に食べちゃうか。俺正直これが一番食べたかったから、最後にした。あ、そう。どっちもない。なんかどっちでもいいよ。順番別に全くない。ごちそうさまでした。最高。コーヒー飲んだからお腹痛くなっちゃった。いつもコーヒー飲むとお腹痛くなっちゃう。今から1時間ぐらい船に乗るんですけど、トイレがないと思いますが。また早速ビーチに戻りました。ビーチでサンセットクルーズ。そうだね。乾杯しましょう。
わめっちゃいいじゃん。破れてバイバーイってなったら、そうだね、破れたらバイバイだよいい感じ、いい感じ、最高だね。ここに座って最高でしょ。そう、今目の前に夕焼けがめちゃくちゃ綺麗12人ぐらいでこのでかい船に乗ってるから、ね、雰囲気的にはちょうどいい。一人タイタニックやってる人がいます。タイタニック周りの人に変な外国人いますって思われてる、ね、みんなオリオンビールと一緒に写真を撮ってるよ。オリオンさん、スポンサーしたいなら声をかけてください。はい、ということで今桟橋に戻ってきました。フラットなりました。最高に良かった。このサンセットクルーズはロマンチックだった。もしね、 ANA インターコンチネンタルに泊まる人だったら絶対やった方がいい。おすすめです。なりましたので夜ご飯タイムです。そうだね、夜ご飯食べます。今日の夜ご飯はアクアベルというビュッフェのレストランで食べます。はい、あのビュッフェスタイルなのでちょっと紹介しますね。スターター、スターターということ、ね、アペタイザー、アペタイザー美味しそうだよ。カレーとかピザとか麺類とか、グリーンカレーあったよ。グリーンタカの大好きなグリーンカレーこれぐらいでかいのなんかローストビーフがこう切ってめっちゃ美味しそう。まずはスターター、スターターです。いろいろ取りました。なんかもう全てが美味しそうで食べない。一個しかないよよこせ、自分で取ってないからねよこせ。あ、おいしい。そう、これおいしい、うん、ANA インターコンチネンタルって彫ってあってこれもらえるかな。もらってもいいですか。勝手に持ってきてくれ動画でバレて怒られる、後で後で怒られる。正直さ、今日ビュッフェって聞いてあんま期待してなかったけど、期待を大きく裏切られました。いい意味で。おいしい。というわけでメインいただきます。ローストビーフ食べよう。ん、うまっ。ローストビーフ、おいしいでしょ。あと2枚3枚食べて。ここからデザートタイムだね。ダメだ、うん、もう動けない。うん、おー、乾杯。おー、うん、あー、幸せ、うん、そう、幸せ。動画終わらせて、私はもうお腹いっぱい。この動画が面白かったならぜひいいねボタン押してください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。ああ、お腹いっぱい。